ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。この動画は濃いめのガンダムオタク霊夢と、ライトユーザーの魔理沙がガンダムを解説していく動画だぜ。なるべくガンダムに興味がない人でも興味を持ってくれるような、そんな動画を目指しているわ。ぜひガンダムを好きになってほしいんだぜ。高評価とチャンネル登録もよろしくね。さて、今回はリクエストしていただいたクエスパラヤの解説をしていくわ。汚い初音ミクって呼ばれてるところは見たことあるんだぜ。まあ、わからなくはないわね。実際どんな子だったんだ？では最初に、複数あるクエスのルートの口解説、その後にクエスそのものの解説をしながら、なぜああなってしまったのかを考察していきましょう。さて、まずは初歩的なことなのだけど、ガンダムって小説とか漫画とか映画とかアニメで全部設定とか結末とか割と変わってるってことはご存知かしら？もう古い作品なのでネタバレしちゃうけども、劇場版ガンダムと小説版ガンダムでは実は結構大きく違っていて、なんと、小説版のガンダムは主人公のアムロが死ぬわ。マジか。さらに言うと、シャアが味方になるわ。全然内容違うんだな。そうね。ちなみにガンダムの監督は富野義行監督で、小説版ガンダムを書いた人も富野義行監督だから、もう本当に、媒体によって自由にしちゃっていいのよみたいな雰囲気は富野監督自身が作ってくれてたのよね。さて、これがどう関係してくるのかというと、実はクエスも例によって媒体ごとにルートが違うの。ほう。一つは、今配信されてる劇場版閃光のハサウェイに直接繋がる劇場版逆襲のシャアのクエスよ。このルートのクエスは、ハサウェイを守って死んだクエスね。悲しいんだぜ。そしてこちら、小説版逆襲のシャア、ベルトーチカ・チルドレンという作品なのだけど、実は閃光のハサウェイの原作は、こっちのルートの続きなのよ。どう違うんだ？こっちのルートのクエスは、ハサウェイに直接撃たれたルートのクエスよ。えげつないんだぜ。そうね。もちろんどちらも富野義行監督の書いたものよ。ふむ。もう一つは？それは、これよ。ガンダムイボルブ5という作品。イボルブ。まあ、短編作品集って考えてもらってよいわ。その中の5作目の、富野義行監督が書き下ろしたシナリオの短編映像がガンダムイボルブ5なの。このルートのクエスはね、ハサウェイを撃ってしまったルートのクエスなの。お。さらに言うのなら、横槍が入らずハサウェイが頑張って説得をし続けたルートでもあるわね。ハサウェイ。そんなわけで、それぞれのクエスの解説をしていきたいのだけど、まずはその前にクエスの簡単な設定から解説していきましょうかしら。ふむ。さてこの子、クエスパラヤはなんと13歳。ガンダムに出てくるパイロットの中ではかなり若いというか幼いのよ。ガンダムでこの子よりも年下となると、完全に非戦闘員か、一部のクローンとか強化人間になるのよ。ちなみに同い年の代表的なパイロットは彼よ。V ガンダムの主人公、ウッソエビンね。ただ、ウッソ君はどちらかといえばこの子よりかなぁと思うのよねー。強化人間なのか？うんにゃ違うわ。ただ、幼い頃から戦闘の訓練をさせられていたのよ。ああ、なるほど。つまるところ、それが親なのか軍の上司なのかは違うけども、最初から戦闘用としてある程度育てられたって側の人間なのよね。だけど、クエスパラヤは違うのよ。本当に普通の子なの。本来ならね。そういう意味では、以前のアムロの解説で、実はアムロは父親にはすごい恵まれていたみたいな話をしたけれど、クエスの場合は、父親にも母親にも、もっと言えば友達にも大人にも恵まれなかった子なのよ。一応境遇似てるっぽいのは、男だけども神湯美談って人がいるわ。神湯の両親も仕事が大好きなのだけど、アムロのお父さんと決定的に違うのは、アムロのお父さんは、アムロに宇宙を経験させてやりたいって劇中で言ってたように良くも悪くも講師を混同してるのよ。ファーストガンダムの最初だって、アムロに対しては、テム的にはおそらく一番安全であろうと考えているホワイトベースに行けと真っ先に行っちゃうしね。けど、やっぱり子供としてはそれは嬉しいことなのよ。そして神湯の両親にはそれがなくて、子供よりも仕事を優先したの。神湯。唯一救いがあるとするのなら、友人や大人には一応恵まれたということね。世話を焼いてくれる幼馴染はいたし、期待してくれる大人は一応いたし、仲間もできたわ。では彼らよりも2歳年下のクエスはどうか、となるのだけど。まず父親は、悪い意味で公私混同しまくってる人よ。でも公私混同ってことは、クエスには良い父親なのか？違うわ。クエスの父親にとっての混同部分は、娘のクエスじゃなくて愛人の方よ。ちなみに、母親はそんな夫に嫌気がさして出て行っちゃったわ。クエスを置いてね。お母さんは、クエスを連れて行ってくれなかったのか。まあ母親も、そういう人だったのかもしれないわね。だから、クエスの周りには自分を助けてくれる人は誰もいなかったのよ。それで、父親の仕事の関係でチベットにあるラサに来て、クエスが家出した先が、ラサの南側にあるインドだった感じかしら。ふむ。そこでクエスは、宗教にすがったのよ。宗教か。劇中でね、ニュータイプになるための修行って言ってたけど、実際にクエスが学んだのは、ヒンドゥー教か、その前の宗教のバラモン教だったみたいね。
だけど宗教ですらも、クエスを助けてはくれなかったのよ。ちなみにこの辺は、富野義行監督が書いた、機動戦士ガンダム逆襲のシャアハイストリーマーに、クエス編に書かれてるわ。なんかまた新しい本が出てきたんだぜ。ああ、この小説は大丈夫よ。劇場版逆襲のシャアとストーリーはほぼ同じで、前日談から始まってもう少し深掘りした感じの作品だからね。だからこそ、なのだけど、クエスがインドで出会った宗教仲間の人たちは、クエスを導いてくれる大人というよりも、ただの少し親しくなった友人というか、知り合い程度の間柄っぽいのよね。ちなみにクエスがインドで修行したのは、2ヶ月くらいみたいね。だから、クエスを助けてあげられる力量は、なかったのかなぁと思ったりするわ。ふむ。本当だったらね、クエスにも言いたいことあるのよ。実は、クエスの味方になってくれそうな人はいたのよ。え、そうなのか？そうなのよ。実はこの人、映画見たなら結構覚えてる人いるんじゃないかしら。ものすごいちょい役だし、セリフも登場もここだけなんだけど、所長さん、クエスに情が移っちゃったみたいでね。クエスに同情してくれてて、体は大事にな。いつかは良いことあるからってクエスにだけ聞こえるように励まそうとしてくれたのよ。クエスもね、ちゃんとそれに対して、ありがとうって答えてはいるのだけど、13歳の女の子に、ちゃんと味方はいるのよってのは、これだけじゃわからないわよねー。だから、そういうクエスの未熟さも含めて、13歳の子供なんだから助けてあげにゃいかんというのが私の思うところかしら。つまるところ、クエスもクエスで助けてくれる人を無意識のうちに選別しちゃってるっぽいのよね。ただ、やっぱりこれについても、13歳なんだからそこは多めに見てあげてほしいって感じかしら。ふむ。さて、そんなこんなでクエスはハサウェイに出会って、宇宙に行って、アムロとも出会うのだけど。はい、ここで口ルート分岐よ。うん？実はここ、少しだけルートが枝分かれしてるわ。劇場版の逆襲のシャアだと、ここでクエスは少し憧れてたアムロに恋人がいることに気づいて、お前船降りろ。とめっちゃ喧嘩売ったわ。ええ？そして小説版の逆襲のシャアのクエスは、アムロの恋人のお腹の中に赤ちゃんがいると気づいて、そのことを伝えた上で自分から身を引いてるのよ。この違いは、クエスの性格の違いというよりも、女と母親への思いの違いかなと私は思ったわ。女と母親？そう。多分クエスにはすごく重い意味があると思うのよ。女はつまるところ、父親の愛人で、母親は出て行った大切な人とか、大切な思い出なのよ。だから、女は嫌いで目障りだけど、母親を追い出してはいけない、というのがクエスの真相心理なんじゃないかなと私は考えるわ。そうなると、劇場版のアムロはクエスにとって、女と一緒にいる男という、父親の悪いイメージが重なってしまって、逆に小説版のアムロは、母親と父親の関係になるから、それをクエスが横から奪ったら自分が母親を追い出した愛人みたいになるわけで、そういう嫌悪感みたいなものもあったんじゃないかなと思うわ。まあそんなわけで、クエスの中のアムロは急速に遠のいていくわけだけど、出会っちゃったのよねー。外面だけは100点の男、シャアーズナブルに。つまるところ、助けてくれる大人に出会えず、友達にも出会えず、母親からも父親からも捨てられたクエスが最後にすがったのが、シャアーズナブルだったのよ。ハサウェイとかは友達じゃなかったのか？重要なのはそこよ。本当は、クエスは助けてくれる大人にもちゃんと出会っていたし、友達もいたのよ。けどクエスはそれに気づかなかったり、自分で捨てちゃってるのよ。でもこれは、よくある話だとは思うの。精神的に追い詰められてる人って、疑心暗鬼になっていたり、人を遠ざけようとしちゃうものなのよ。そしてクエスは、シャアにすがって、シャアに父親を求めて、シャアに、うわぁこいつすっごい迷惑。戦闘マシーンにして使い捨てたろってされちゃうの。ひどくない？そうね、クズよ。そしてここからまたさらに枝分かれよ。ルートは3つ。劇場版逆襲のシャアは、自分を説得しに来たハサウェイごと一緒に巻き添えになって死ぬ攻撃から、ハサウェイをかばって死ぬルート。クエスの最後の言葉は、解きなさい、ハサウェイ。よ。そして小説版の逆襲のシャアは、ハサウェイの説得を振り切って、アムロとシャアの間に割って入って、泣きながら言った大佐は私んだよ。からの悲鳴がクエスの最後の言葉よ。ちなみに撃ったのはハサウェイよ。ハサウェイ。そして、最後のルートよ。最後にして、最新のルートとも呼ぶべきかしら。冒頭で、ハサウェイがクエスに撃たれるところから始まって、アムロがクエスとハサウェイを助けるために駆けつけるのよ。おう、アムロ。それでね、アムロはハサウェイがまだ生きていることを感知して、クエスの説得を続けるの。そしてちゃんとクエスもそれに答えてくれて、この作品でのクエスのセリフのラストは、信じてみるよ。アムロ。ちなみに余談だけど、このルートの逆襲のシャアだと、アムロは単独で突出してリュネイを蹴散らして、クエスを説得して、シャアを倒してアクシズを押し返すことになるわね。超人か何かか。さて、長々と語ってしまったけど、これでクエスの判断材料が出揃ったかなと思うわ。つまるところ、クエスはアムロとハサウェイが二人がかりで親身になって話を聞いてあげれば、ちゃんと戻ってくる子なのよ。
だけど、劇場版と小説版だと大人たちは結局クエスに手を差し伸べずに、アムロですら、子供に構っていられるかで一周しちゃうし、シャアはシャアで戦闘マシーンにして使い捨てるしで、ナナイもチェーンもみんなクエスを煙たがっていて、唯一クエスが自分から引いていったのは母親になったベルトオチカだけで。つまるところ、クエスは誰からも愛されなかった子なのよ。誰にも助けてもらえなかった子供なのよ。なので私は、クエスのこと嫌いになれないわ。映画を見てうざいと思う人はいるかもしれないけど、どこまで許容するかという話なのよ。赤ん坊を泣いているのを見てうざいと思うのか思わないのか、ではわめいて助けを求めるのは、何歳までなら許されるのか。そして私は、クエスパラヤは許されて良いはずだと思う派なの。少数派かもしれないけどもね。そんなわけで、クエスについて私の思うところをまとめると、1クエスはとっても優しいけど幼い子。2アムロとハサウェイが頑張ればちゃんと戻ってきてくれる子。3でも映画と小説では見捨てられてそうはならなかった子。そして、ハサウェイだけが全てのルートで最後までクエスを助けようとしていた子でもあるのよね。ハサウェイ。あといきなり変なとこに話し飛ぶのだけど、私たちってゆっくりマリサ、ゆっくりレイムというキャラクターなのだけど。どうした突然。つまり、マリサというちゃんと首と足があるキャラクターと、レイムという首と足があるキャラクターを顔だけにデフォルメした存在なのだけど。ゆっくりクエスというキャラクターが公式から作られているわ。ちなみにこのゆっくりクエスは、客シャアの本編を解説する中で、自分がシャアに迷惑がられていて戦闘マシーンにされたことを知って爆発してるわ。まあ、楽しんで愛してあげてちょうだいということよ。というわけで、今回の動画はここまでよ。もしよければ、チャンネル登録やグッド評価ボタンを押してもらえると、とっても嬉しいわ。よろしくなんだぜ。感覚空いちゃってごめんなさいね。リクエストとかも受け付けてるので、ぜひまた見てほしいわ。またななんだぜ。